俺の名前は久我小鉄。小鉄ちゃんのお顔が。高砂の兄貴、面の傷は勲章です。戦闘の傷の治療を受ける武闘派の国道だ。変に傷がついてさらにかっこよくなったらお姉軍団が漏らしちゃう。今晩ちょっと連れて行っていい？お仲間紹介するから。いや、なんか死ぬほど怖いんですが。一見平和ボケした光景だが、事態は風雲急を告げている。俺はマッドカルテルのパクと交戦。役をばらまく下道はみじん切りだ。スターは負けないからスターなんだ。ここでアッパー、これがエンタメだ。不気味な獲物に剣刀を扱う猛者だった。そんなマッドカルテルはメキシコに本拠を置く麻薬マフィア。各国に支部を持ち、影響力は全世界だ。その日本支部だったのがウラカン。本国の言いなりに何の魅力もない。トップの高坂による謀反により、マッドカルテルとは敵対関係にある。俺たち教授士連合はウラカンの下部組織を買っている。目つぶしスプレー丸一本食らうのどう？スタートだぜ！ウラカンの下部組織から抜けろ。ウラカンとの正面衝突を避け、奴らの拡大を未然に防ぐためだ。その頃、五十嵐の親父は獅子王組、前住組長のもとにいた。ウラカンの傘下につくリスクを示し、株組織の増大を防ぐ狙いだったが、どういうわけかウラカン株組織の拡大が止まらねえ。次々と傘下の組織が増えている。俺たち教授士連合は現時点でウラカンとはぶつかる気はない。ヤクの範囲が広がれば思わず笑みが溢れます。くずりってね、うまいや。幹部は一騎当選の実力者。戦えば甚大な被害が出るからだ。すると前住組長が口を開いた。うちでも調べたが、おそらくは金だ。奴らは本国への上納金がなくなり、かなりの資金力を持っている。なるほど、札束で頬を叩いてるわけか。このままじゃ増えては減らしてのいたちごっこだな。ただ今のところはウラカンの下部組織から抜けろって形の粛清だけだ。ああ、ウラカンの下についたら死ぬとは思ってねえわな。つまり多少は死んでもらわねえと頭の悪い奴らは理解できねえらしい。カボスというウラカン株の中核組織がある。兵隊は30程度だな。なるほど、ちょうどいい相手だ。お互い島のこともある。二人ずつ選出して粛清に出るのはどうだろう。いい提案だ、感謝する。そして五十嵐の親父が決断する。では我々教授士連合は双方から武闘派2名を出し、カボスを圧倒的に壊滅する。それはカボスをこの世から完全に消すことだ。その数日後、カボスはアジトに集合していた。ウラカン関連以外のマイク売買はご法度になった。部下の前で声を上げるのは武闘派の古溝。街をうろつくプッシャーは殺せ、その関連も殺せ、歯向かう奴も殺せ。こいつらの合言葉は殺せ。超暴力集団だ。古溝さん、また殺せってよ。この辺でカボスに逆らう奴はいねえってのにな。その時だった。お役を売る、ゲスをスライス、初夏の夜。現れたのは、森若の兄貴にイブの兄貴。俺は正気だぞ、安心しろ。常に正気じゃないね。戸放しども、今日で人生しまいだ。今日の俳句はいい方だったな。ヤギラの兄貴、一条の兄貴、教授氏の最高戦力だ。門番は超緊急事態を一瞬で悟る。ヤバすぎる、中に連絡だ。おい、みんな。だがイブの兄貴が早い。麻薬組織で門番をする人生、もうすでに距離をゼロにしていた。次の瞬間、イブの兄貴が獲物の鉄棒を振るう。まったく羨ましくないね。なんと同時に門番二人がくの字に折れ曲がる。そしてそのまま強引に振り抜く。骨が全部折れて空を飛ぶといいね。ドキー！ドー！二人とも即死だ。どんな筋力してんだよ。ドアオープンザープライス。そしてヤサの門扉を開放する。カボスのヤサへと突入だ。めっちゃ数いるな。ここは稲葉物置なのか。100人乗っても大丈夫、そんなにはいねえぜ。強国組の一条と森若じゃねえか。飲めせんのか。森若、ちゃんとやるんだぞ。伊賀親父にそう言われてます。そう言ってスタートを切る。そしていきなり敵陣のど真ん中だ。お前散髪するか。
森若の兄貴と奴らではスピードが違いすぎた。ザビエルの髪型になれ。刺身包丁で頭部を削いじまった。お前はカッパー、どう？お前は落ち武者。違う。そのまま恐怖の散髪式は続く。だがカボスの人間も気合が入っている。一条、てめえを取れ、俺も有名人だ。何する気だ。こら、下っ端がひるまず一条の兄貴に襲いかかる。その一つが飛んだ瞬間、殺してやる。危ねえだろ、やめろ。一条の兄貴のカウンターが胸に突き刺さる。一条の兄貴の動体視力は驚異的だ。死ぬこと。危ねえな、やめろよ。襲いかかればすなわち全てカウンターで死んでいく。イブの兄貴も中で暴れ出す。セフレ並みに歯ごたえがないね。打ち解け、化け物だ、逃げろ。あっという間に半数を制圧する。殺せっつったよね、逃げるならお前を殺すわ。その時、最奥から出てきたのは、人んちで何暴れてんだクソどもが、トップの古溝庄司だった。その古溝の前に人影が出る。数を集めて王様気取り。ああ、それは日本刀を構えたヤギラの兄貴だ。肝っ玉が小せえ話だ、もう間合いだぜ兄ちゃん。焦った古溝は怒りと共に茶化を抜く。なんだジジイが、余裕ぶっこいてんじゃねえぞ。だがもう手遅れだった。遅い、よく今日まで生きてこれたものだ。次の瞬間、ヤギラの兄貴が神速の抜刀。貴様ごときこのヤギラの前では撃つことすらできん。強烈な横投げで古溝の命脈を断った。逃げた奴もいたが、抵抗した奴は全てムクロとなった。結局カッパーばっかでザビエルは一人だけだったな。お前の中で違いがあるんか。酒は百薬の長、勝利の酒でも行くか。ぜひですね。数の差をものともせず、ほぼ無傷で制圧完了したんだ。この大粛清はウラカンにインパクトを与えた。カボスが潰されましたか。強自死、実に面倒だ。高坂、厳しい顔しとりまんな。これはこれは宝崎さん。なんや、キャバクラのチャンネルクドコを持って荒巻じゃけ持ってったらできんくらったみたいな顔して。それ5年前のあなたです。陽気に話しかけるのは宝崎、そして部下の深瀬だ。君は組織を温かくする私にはない能力だ。ほら深瀬、高坂さん喜んだはるわ。まあ気持ちはわかる、マッドカルテルと向き合わなあかんのに極道連中が鬱陶しいわな。ええ、しばらく無視を決め込んでいますが、思ったより魅力的な戦力をお持ちのようだ。まあ時が来ればいずれ調子に乗る極道にも分からせましょう。ウラカンもいずれは強自死とやる気だ。だが新しい事件はすでに動いていた。よっしゃ、強いやつおったら俺が先方で行くわ。なんと隣のビルの屋上にいたのは、はーい、スターが物語を終わらせに来たぜ。マッドカルテルのパクだった。ウラカン、ヤクール組織のくせにいいとこ借りてんね。奴はウラカンのアジトを見つけやがった。裏切り者のやさを大破壊。花がある俺には大役がいつも似合うわけ。このテナントビルの外周には無論見張りがいる。こいつらは敵に対し常に目を光らせている。だからパクは特殊な侵入経路を選んだ。俺は羽が生えてない部類の天使だから。そしてパクはなんと、これくらい飛んじゃうよ。隣のビルから飛び移ったのだ。こいつらは特殊な訓練を受けている。回転して衝撃も殺しきってみせた。奴はロープとハーネスを使った。さて、ド派手に運命の歯車を狂わせようか。スルスルスル、空から現れるってなんかいいよな。そして奴は特殊部隊のようにビルの外を滑っていく。そして目的の階数の1階上で、ここでハードキック。自らの体を大きく外へ振る。そして体を一気に下方へ走らせれば、来た来た来た。5階、ウラカンのアジトが視界に入る。高坂くん見つけたぜ。裏切っちゃダメだろうよ。それを見た高坂は驚きもしない。どうしたんだパク、ビルの清掃員にでもなったのか。
次の瞬間、パクはチャカを抜く。改造弾丸だ。強化ガラスでもダメだぜ。そしてガラスめがけて撃ちまくった。ガラスが壮絶に破壊される。ヒャッハー、相変わらず派手好きなやつだ。窓ガラスなんぼするねやろ。そして銃弾が降り注いだんだ。なんとパクが中に飛び込む。俺、スタント使わないタイプのスターなのよ。その手に握られたのは爆弾だ。お土産を持ってきたよ、高坂くん。しかもすでに着火してやがる。そしてパクはそれを置いて外へと飛び出た。ではさようなら。ここ気に入ってたのにね。うわー、なんなんやあいつは。めちゃくちゃ優秀や。オリガはさっさと動かんかい。なるべく遠くへと。うわー。そして次の瞬間、マッドカルテル、おもろいやないか。なんと宝崎はジャケットを脱ぎ窓へ走ったのだ。あたりは一瞬で爆風と爆炎に巻き込まれる。えぐいな。対応できない構成員は無残にも吹き飛ばされる。その時なんと宝崎は、いらっしゃい、ちょっと待ったらんかい。外に飛び出てパクの縄を掴んでいたのだ。その時パクが地面に降り立つ。ウラカン、面白いやついるね。あかん、手のひらめっちゃ熱い。そう吠えながらも宝崎の顔はどこか強烈に歪んでいる。何勝手に俺のロープ使ってんの。バカはそのまま蜂の巣になりな。2階の高さで宝崎はロープを離す。危ない。確かにそうなるか。気合とど根性の着地し。装備品なしで宝崎は地上へと降りてみせたのだ。その直後、宝崎の目に飛び込んだもの。お迎え呼んでたんかいな。根性キャラ嫌いなんだけど。知ってるぞ、宝崎吉平、幹部だな。それはバイクにまたがるファビアンジュニアだった。モサ二人を前に宝崎の口角が上がる。ええー、バイク持ってるやん。お小遣いいくらもろてんの。この男は生粋の戦闘狂。お前ら逃がせへんで、俺と喧嘩してくれや。2対1でええよ。戦う以外の選択肢は存在しない。それを見た二人は鋭い視線を突き刺す。俺たちと2対1、勇気だけは一流だね。裏館の人間は誰一人として生き残れぬ。祈るがいい。次の瞬間、瞬発力には自信あるんやな。宝崎が弾けるようなスタートを見せる。宝崎が向かったのは二人の方ではなく、俺もバイク好きやね。ファビアンが乗っていたバイク。ちょっと足跡つかさせてもらうわ。そしてバイクを強烈に蹴り抜いた。バイクは音を立てて地面を転がる。宝崎は二人の逃走手段を消した。だが同時に隙を作っていた。このバイクは特注品でな。うった。すでにファビアンが刀を振り上げている。そして稲妻のような袈裟が振り下ろされる。貴様の命よりもおそらく高価だ。俺なんぼやと思うてんねん。宝崎はそれをかわしきれない。めっちゃ鋭い。傷パワーパッド貼るわ。高いけど早う治る。奴の方から血しぶきが舞う。そしてパクも距離を詰めていた。喜びな、スターの大接近だ。ちょっと休ませて。手にしているのは独特な形状の斧。パクがその斧で切りかかる。さよなら、変な日本語を話す男。なんやその武器。またしても宝崎は外した。だがパクはそれを読んでいた。こっちに避けると思った。そして繰り出されたのは左ストレート。宝崎はそれをもろに顔面に食らった。体重の乗ったええパンチや。せやけどね、俺殴り合いは自称世界一得意やね。わお。宝崎が強引に距離を詰めた。韓国バレのフライト楽しんでね。そして砕けんばかりに地面を踏み抜く。次の瞬間、宝崎の掌底が繰り出される。八極拳どけ。その一撃を食らったパクは大きく吹き飛ばされた。だがギリギリのところで腕を交差。まともに食らったら肋骨が星屑になるね。これ致命の一撃を避けていた。なんで星屑になるんじゃ。ただ晒すなにはなる。
強い。この二人相手は痺れるで。かかってくんかい。決着つくまでや。それでも宝崎はこの死闘を楽しんでいた。その時ファビアンがバックステップ。インファイターこれでどうだ。同時にチャカを連射する。その銃弾は正確無比。なんちゅう精度や。宝崎は回転しながら避けてみせる。そしてすぐさま起き上がる。チャカ相手への引き出しもある。え？だが宝崎が顔を上げた時、おっと早ー倒したのに。二人はもうバイクにまたがっていた。そして一瞬にして最速に達する。他の奴らが間もなく降りてくる。やさはなくなった。今日からチリジリだぜ。その後深瀬森川が下にたどり着く。宝崎さん、最近敵がなんか強ない？傷パッド足りひんなるで。いやそれ望んでたんでしょう。あのタイミングでロープに飛びつく宝崎の兄貴、さすがです。その頃高坂は爆心地に佇んでいた。そうか、ヤサがバレましたか。なかなかの情報力ですね。高坂の胸には一つ疑念が宿っていた。この場所は厳重に管理している。仮に建物が分かったとしても階数までなぜ。そして一つの可能性に気づく。まさか内通者か。そう、裏館内部での裏切りだ。そこからは早かった。巡回中の人間に連絡だ。つけられている可能性がある。この日外に出ていたのはタンタン。自分の行動を内部に言っているなら行動を変えなさい。高坂兄ちゃん、分かったよ。そして辰巳だった。というわけだ。十分に注意してください。高坂さん、お優しい。ですがもう遅かったみたいです。何ですって。その時辰巳の元に一人の男が訪れる。辰巳、久しぶりだな。現れたのはマッドカルテルの超武闘派ダビッツだった。俺ら家族じゃなかったっけ。裏切るなんて俺泣いちゃうぜ。高坂さん、ダビッツが現れましたが問題ございません。何？ダビッツ？ダビッツはこの辰巳春樹が地獄へと葬ります。そう言って辰巳は電話を切った。マッドカルテルと裏官による命の奪い合い。俺は優しい、綺麗に死なせてやろう。出た出た、真っ黒の剣。何塗ったのそれ。この辰巳とダビッツの戦いを機に壮絶に激化することとなる。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。